お疲れ様です。お疲れ様です。スタドン屋と三田製麺所さんがコラボしてめちゃくちゃ辛い丼ができたらしいのよ。おもうペロリンチョしに行こう。それをペロリンチョの方ですか？ペロリーナです。ペロリーナ、ペロペロリーナです。ペロリーナちょっとしてみて。てってってってれって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 。何やらすね。行こう行こう。めっちゃ見られてるから。行こう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 。それ引っ掛けの上でもやってもらうか。ダメでしょそれは。捕まるやつだから。並んでない。あれあれたこ焼きですね。あれたこ焼きですか？あれたこ焼きですね。たこ焼きか、うん、たこ焼きか。あれたこ焼き。僕ね、あの比較的並んでない方に行くから。こちらですね。あ、こちらこちら。ここそうかそうか、うん、ということで行きましょうか。行きましょうか。はい、ちょうだい。何を？財布、財布出して。財布うざいわ。早く。うざいわ。ただ飯、ただ飯、ただ飯。あたた灼熱スタドンダブル。あ、これか。おうおうおう。あ、これ行きましょう。おうおう、これ行こう。あの電子マネーで。電子マネーで行きます、はい、いいですか？はい、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 ピッてして。はい、はい、再開してもらいます。こっちがあったら何でもできるから。そこちゃうんちゃう？あ、そこや、そこや。大丈夫や。オッケー。はい、もういらん、もういらんわ、もういらんわ。役立たずみたいに言うな。これがあったら十分や。はいはい。ということで、奪い取って支払い完了しましたよ。ひどい、ひどい。もうあとはね、タダで待つだけ。タダでって、そも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 払う気なんかない。なわけないでしょうよ。ということでやってきました。美味しそうな匂いしてんだけど、うん、これ辛いの本当に、まあ、この辺が辛いんちゃうの？あ、これね、うん、この辺ね、うん、これ灼熱の粉やろ。あ、これな、うんうんうん、あ、ぽいぽい、ほんまや。こんなんね、足りないから。ほう、もう防火スターもしていくから。はい、スタドン屋さんと三田製麺所さんの本当のコラボだよ、ね、これがね、うんうん、なるほどなるほど。スタドン屋さんといえば、うん、あ、これな。あ、なるほど、スタミナ系な。おスタミナでいいでしょう、うん、あんまりかけたらね、みんなのために置いとかなあかんから。ほんまやね。うん、できました。スタドン屋さんと、うん、三田製麺所さんと、うん、ボーちゃんのコラボですね。なるほどなるほど。ということでいただきます。はい。え、どうぞどうぞ。ありがとうございます。この辺お肉いってくれたら。これはあかん、これはあかん、かんかんかん。ちょっとちょんちょんしていくわ。ちょんちょん一切れ持っていきなよ。いやいやいや、一切れ行くけど、うんうん、これでいいじゃん。このちっちゃいやつちょっとちょんちょんしたいけど。もうもうちょんちょん。よっしゃ、よろしいか。はい、まあ僕もね、まあ僕もね、ペロリンとの男なんで。どいてください。うん、うん、いけんねんけど、うん、これはね、濃い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 。これあ、けどこのやっぱ三田製麺所のこの粉が後から来るわ。ほう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 。これが辛いな。今日でね、いただきます。はい。楽しみやね、三田製麺所さんと。うん、僕まあ口の中ピリピリするんだけど。うん、うん、なんか不思議な味ですね、これ。そうやね、なんかね、うん、なんだろう、若干の酸味を感じない。そうやね、三田製麺所さんの多分つけ汁の味なんかな。分かれへん、若干の酸味を感じた。うん、ピリピリもするしね、うん、いやいや、上おかしいやろそれ。上顔すぎる状況になってるから。いやいや、もう
これが美味しいんだから。それが美味しい。豆板醤とニンニクのコラボミックス。うん。これ美味しい。これ味が締まる。うんうんうん。ほぼニンニクの味だね、それ。ほぼニンニクの味ですね。おお、うん。でも坊ちゃんスタドン似合うわ、うん。めっちゃ似合う。な3日ぐらい飯食うてない子みたいになってね。めちゃめちゃ美味しいやん。けどさ、3日ぐらい飯食うてない子みたいで、うん、3日ぶりにありつけた飯が、うん、食った瞬間カラーってなったら嫌やな。あ、ごめんね。今日は辛さ増しできなかったのよ、うん、お店の人に聞いたら、うん、だからちょっと残念やねんけど、うん、程よい辛さですごく美味しい。おー、なるほど、うん、むせとるやないか。うん、美味しい。美味しい、美味しい、美味しい。メンマも美味しいけど美味しいよ。味、味濃い。濃い、濃いやろな。濃いんだね、これ、うん、基本が、うん、スタミナ飯やからな。そういうことか、うん、結構坊ちゃん今唐辛子の香りするんじゃん。そんなことない。うん、ちょっとだけちょっとすだけする、うん、あ、結構最初より香る感じになってない。うん、どう、うん、まあ灼熱の粉がね、あ、なるほど、ピリピリしてる。あ、ノーマルってこんな感じなんだよね。ああ、なるほどなるほど。うん、あ、わかったわかったわかった、こういうことやな。え、こういうことやろ。ほら、なんでわかった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 。待ってて、いつも移動中俺匂い敏感じゃないやん、鈍感やんか、うんうん、そこに柴さんが僕の鼻がすごく効くような話し方をしてくるとわかるよね。、うんうん、しっかり汗をかくんやな。やっぱ辛いんやな、うん、あの、うん、辛いのも辛いんだけど、うん、それデブやから太ってるから、それな、うん、しまった。何、タオル忘れた。お、帰りあのベルファイアの運転席ちょっと汗臭くなるけどいいかな。いや、歩いて帰ってもらいます。終電？はい。俺たち仲間だろ。歩き。ちゃんと刺激的やね。魅惑の一杯ですか。うん。うん。うん、ここに来たんだったら10からないよね。ないな。うん、ないと思う。7とか、うん、6とかそれぐらいじゃないかな、うんうん、量はここ1の2倍あるけどな。まちょ、もうここすごいことになってるのが汗だくで、ちょっと気持ち悪いんですけど、ボーミネラルがいっぱいここ気持ち悪いんですけど、シリカシリカシリカ非常に気持ち悪いんですけど、シリカ含有量世界トップクラス。ちょっとにわかには想像したくなかったけど、いや僕脳内でペットボトルにモーちゃんのやつがパーンって入ってこの中シュワーってこう溶けていってるのを想像して、うん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 、ゲー吐きそうになった。なんでやねん。マニアがいるんだから、飲みたいっていう人が。ぜひ飲みたいと思う強者の方コメントください。ああ、今なら漏れなくお届けしますんでね。お届けすんねん。フレッシュな状態で絞りたて。そもそも坊ちゃんがフレッシュじゃないのもフレッシュなものなんか出てこへんやろ。あの営業妨害ですよ。ちょっとちょっとね、うん、あなた、はい、営業妨害ですよ。おーい、え、ペロリンチョの方ですよね。はい、っぱいペロリンチョの方ですよね。誰や、無料に惹かれて。誘惑に弱い男やね、うん、もう無料と誘惑には弱いよ、うん、だってもうなんか広告で無料とか、うん、来るやん、うん、釣って一回中見てしまうもんね。おお、全然無料ちゃうねんけどな。いやだからちゃんとちゃんと最近は読むようにしてんねん。あ、なるほど。
何やこれ2ヶ月目から金かかんねえ。えけどあれやん、あ今日はつけてないけどあのねロレックスもどきの時計も2個目無料的な感じやったやん。ああれ、うん、あのね、うん、本体は壊れてないんですよね、充電器が壊れて充電できなくなりましたとうとう。あれかっこいいって評判やった。いやそうやろ、うん、充電器が置くだけ充電とかあの進化したやつだったらいいんやけど独特のオリジナル充電器やったのもうそれがさあの充電できなくなったんだよもう一個交代や時計同じの充電器欲しさにバカなの、何歩ほど時計増えんのよ。お、食べましたね。どうしたんすか。どうしたん。内側噛んだ。え？内側噛んだ。あれありがちなやつや。内ほっぺ噛んだ。それ激辛の時にやったら最悪やん。今日は大丈夫。大丈夫。辛いけど染みてない。ああなるほど。ということで、全部完食ですね。完食しました。はい。豚の戦闘力が高い。豚の戦闘力が高い。うん。ということでごちそうさまでした。はい、まずこのまんまで行っていいかな、このポタポタの状態で車乗っていい？いや歩いて帰ってください。もうなんでそういうのも厳しいかな。はい、ごちそうさまでした。はい、あの人混みの中で汗かく、汗拭くんやめてもらいます。今日もひたすらあの汗を拭くところをあの視聴者は見せつけられているという後半ね、終始後半ね、うんあ、これで鮮度が保てる。ほら、ミストで鮮度保てるやろ。いやもう鮮度というかもう腐ってるから意味ない。保ってるって言って。わかった、保ってる。ありがとう、これで車乗れるわ。うわーやられた。ありがとうございます、ありがとうございます。みんなもね、道頓堀で灼熱スタードン食べてみてください。はい、美味しいから。はい、はい、じゃあ帰ろうか。やられた。帰るか。